はい。こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、えー、1956年ですね。に、えー、レンジファインダーですね。ライカの M 型のみたいなレンジファインダーのですね、機構上難しいとされていた近接撮影、被写体によって撮影することを可能にしたレンズモデル。ズミクロンディアルレンジ 50mm ですね。はい。えー、シリアルが 千九百じゃなくてはい失礼しました一四六六八四四ですので千九百五十七年のドイツ製デュアルレンジズミクロンですねはい通常はですねこう最短距離一メートルの焦点距離なんですけれどもメガネと言われるですねこうアタッチメントをここの部分にこう装着することで九十ミリから 48センチですね9 0センチから4 8センチまでこう車体に寄れるようになるという2つの焦点距離を持つということでディアルレンジの名前が付けられていたレンズなんですね。ディアルレンジ、まあ、略して DR ドミクロンというふうに言われてまあオールドレンズマニアの間では。 知られたレンズとなっていう風になっってていにりますねしかしですねねししかで今日は今回は残念ながらメガネはなしなんですけれども是非ですね動画を最後までご覧いただいてチェックしていただけたらと思いますはいえー、となぜメガネなしで今回紹介しているかというとえーまあ、なぜで,ですねメガネなしでもこのデュアルレンジというレンズに価値があるかというとですね通常のズミクロンですね固定強度を のえー、レンズありますけれどもそのヘリコイドをですね通常と近接用のこの二重繰り出し機構ですねこうに作らなきゃいけなかったために非常にですね精密に通常のズみクロよりも作られているんですねしかもさらにいいガラスを作って精密に作られているということで通常の固定強度を ズミクロンよりもこちらのデュアルレンジの方が描写が正確で優れていると言われているからなんですね。はい、ということで今回メガネなしではありますけれども非常に人気の高いズミクロン 50mm、まあ、固定強度じゃないんですけれどもデュアルレンジ。はいでちなみにですねこちらのデュアルレンジのズミクロンなんですけれども。えー デジタル M 型ライカですね。M8 以降の M8、M9、M, M タイプ240とかのデジタルライカではですね、この、後ろのカムが干渉してしまいますね。内部干渉を起こしてしまいますので、こう、ピントリンクが無限まで回らないという、はい、えー、 ことが発生してしまいますので、はいメガネを外して、えーとですね、撮影して、えー、いただくとき、メガネをどこかから見つけてきて、つけたとしても、えー、M 型デジタルライカではご,ご使用になれないというふうにですね、ご使用不可というふうに思っておいていただけたらと思います。一応ご留意いただけたらと思いますね。はいえー、ご参考までにですね、こういう。 ソニーの α7、はい、みたいな、えー、ミラーレス一眼にこういうアタッチメントというか、えー、アダプターですね変換アダプターをこう経由して、はい、お使いいただく分には全然全く問題ありませんのでぜひです、ね、このデュラレンジズミクロンのこの描写をですねお楽,お楽しみいただけたらと思います、はい、ちなみに僕はですね、はいえー このデュアルレンジズミクロンをですねライカ M モノクロームに、えー、装着してですねしばらく使っていたことがあるんですけれどもえ,ー、え M 型デジタルライカでは使えないんじゃないのって思うかもしれませんけれども、えー、通常のですねこの無限までこうリングが回らないということは発生するんですけれどもこう近距離での例えばポートレート とかスナップなどにはですね全然問題なく使えていましたので、はい、実は結構このスナップ撮りにはおすすめのレンズだったりもしますね特にモノクロームとですねこのデュアルレンジのこの 50mm と相性が良くてですね僕すごく気に入って使ってましたね、はい、ちなみに福岡のですね特徴に 写真家のハービー山口先生が、えー、トークショーにいらっしゃったことがあったんですけれどもその時にですねちょっとお話しさせていただいたことがあったんですけれどもちょうど M モノクロームにこのズミクロンをつけて僕がお話しさせていただいたらすぐにですねやっぱお気づきになられてですねあズミクロンだねというふうにですねおっしゃっていただいたことがあります。はいということで、はい、ちょっと話が長くなっててすいません。えー こちらのディアルレンジズミクロンメガネなし1957年のドイツ製ですねはい今回も非常に綺麗な個体入ってきておりますのでぜひぜひご覧くださいませはいじゃあ外観から見ていきますねご覧いただいてます通りですね今回もだいぶ綺麗な個体入っておりまして全然こう目につく擦れ当たりへこみなどの歌詞は全く見当たらないですね このローレットの滑り止めの部分もですねこう摩耗したり汚れたり当たったりとか全くないですねはい非常に綺麗な状態ですちなみにこれ、えー、ズミクロンデアルレンジの前期タイプといわれるタイプですねこのピントリングのですねこのローレットの幅が狭くて山側にギザギザがついてますので前期タイプの特徴があると言えるわけですねはい もちろんレンズも綺麗ですねこう前玉後玉ともに擦れ傷ひっかき傷コーティングの剥離摩耗なども全く見えませんしねはいこう中玉にも曇りカビバルサム切れなど全く見えないですねはい大変綺麗な状態ですよはい綺麗ですねはい りの動きもでのりとか、はいえー、錆び汚れなんかも見当たらないですねピントリングももちろん、はい、滑らかにいっぱいまで動いております、はい、ということで、はい、非常に綺麗なユニクロンアルレンジメガネのやしですけれども是非、はい、おすすめのレンズで,ですでおすすめのレンズですので是非、はい、一度お試しになってくださいませ以上です